私は宇宙語チャンネルのヤンガスです。今日は言霊について。話をしたいと思います。で、今ね、みんなが。あの、小学校で習って、日本語として使っている。ね。赤さたな、あい、あいうえ、ん、お。あいうえおかきくけこっていう五十音。それがね、結構重要で。 「アカサタナ」と「ハマヤラワ」とで最後「ん」でなってたんだけどそれを霊的な面と体的な面に分けると「アカサタナ」が霊の面「ハマヤラワ」が体の面って言われていますで中でも母音で言うと「あいうえオその真ん中がウ「う」だよね ううっていいののがすごい大切なのね言霊で言うと「生まれる」「産む」要はこの物理次元に三次元に降りてきて、ね、誕生することをう「うぶすなのう」「産砂」の「う」でもあるよね。産砂っていうのはそ,のそれぞれ自分たちの、ね、生まれている地域のそこを統括している神様。 それ砂の神社って言いますけどそう,うそういうふうに全部うう「う」っていうのはう」っていうのは「うむ」っていう意味だから何ていうのかな何にもないとこから生まれる要は物,物質化して生まれるのは全部「でさっき言うと赤サタナ「赤沙汰な浜やらは」の話に戻すと例の面である「赤沙タな」その真ん中が作業「赤サタナなんで作業が真ん中」さらに母音で言うと「 真ん中がう「う」なので「さあしす」「せい」「そ」で言うと「さあしす」「す」が霊的な面の真ん中の中心ってことなのねなので神道では宇宙の創造神のことをス神「す」「しん」「す」の神様と言いますで宇宙を発生した時にまあ言霊で作ったっていうね言われているまあ要は宇宙っていうのは光でできていて全て周波数っていうのを持っている その時に宇宙を作った言霊って言われてるのがす「す」「す」っていう言霊で宇宙を作ったと言われているのねだから「スシンが宇宙の中心の神様っていうことでもあるんですけどねなのでそのね「ねす」っていう言葉が非常に大事ですそれで「あいうえ」のう「う」「う」が「うぶスな」で「 胎でねっあのー「あうわ」っていうのが「雨みよやかみ」って言ってその3文字が特に大事「あとう」と「わ」「あわ」の歌の「あと」「わ」で「あ」が始まり「わ」が終わりってこと「あう」「わ」でもある「でう」がその物質化して生まれてくるってことで「あ」が「 高次元から物質化するとのことで和が低次元からまた高次元に戻る時のことを和という、ね、まあいざなきといざなみっていうことなんですけどでカタカムナでいうところのとその「むすひ」っていうのが要はエネルギープラスとマイナスでもそうだし男と女でもそうだし火と水でもそうだけど。 そういう相反するものを結びつける働きのことを無数比と言います。そこでもすっていう言葉が入ってるでしょ。無っていうのは何にもないっていう意味。無無無から物質化して、比っていうのは比富みの比。ま要は一,一ってこと。無からすって結びつけて物質化してそそこでそこから始まりますよっていうことを無数比と言います。 だから「す」っていうのは本当に大事「す」と「う」っていうのも同じ母音で同じ意味だけど「す」がその中でも一番真ん中の真ん中ってことですね。はい、以上、今日は言霊についてでしした失礼します